皆さんこんばんは。ゆっくり霊夢です。マリサだ。前回はアリノスを攻略したよ。めちゃめちゃざっくりだな。誰も気にしてないことだからね。おかしいな。普通は気にされるところなんだけどな。まあ今更でしょ。まあそうだね。あとは敵の本拠地に行くだけだけど、エンディングまで行くから少し駆け足で行きたいかな。ラス団に入るだけじゃないの？ラス団が長いのもあるけど、裏ボスみたいのも倒すからね。時間かかりそうだな。この動画で武蔵伝1は終わりだから、1時間で終わればいい方だね。まあ最後だから頑張るか。そうだね。不自然な着地。今のゲームほどヌルヌルには動かないよ。それはそう。レノ？レノじゃないか。いや、大丈夫かい、武蔵君。レノがいるならジャンもいるよな。ずいぶん久しぶりだな。実はあれから五輪の書の在りかを探ってたんだよ。さすがジャン。五輪の書なら、地、水、火、風の巻を持ってるぜ。すると残るは空の巻ただ一つか。空の巻？その空の巻の在りかを。あ、バッチリだ。古い書物の中からそれらしき一文を発見したよ。空の火、大樹の森にて、天から神の涙落ちるとき、巨大な風の柱に導かれよ。どうやらこれが空の巻の地へ行くための手がかりみたいなんだ。何のこっちゃわからんな。念のため紙に書いておいたよ。さあこれを。空の巻の地か。なんか難しい手がかりだけど、なんとかなりそうな気がするぜ。よし、その息だ。安心したよ。空の巻さえ手に入れれば、あとは五輪の書すべてを吸収したレイガンドで空の紋章を解放するだけだからな。それで何が起こるのかはさすがの俺にも分からずじまいだったが、少々詳しすぎる気はするけど。さて、俺の役目もここまでだ。お別れだな、武蔵君。根性の別れみたいに言うなよ。もう引き返せないかもしれない。準備万端整えていくことだ。それに、この先何があってもくじけず頑張るんだぞ。全ては君にかかってる。さあ行こうか、レノ。ジャン、レノ！行っちまったか。なんだか様子が違ったな、ジャンのやつ。まずはミンクを全部回収するよ。ラス団の謎は？裏ボスを倒したら解いていこうか。わかった。双子山のミンクを回収。次はアリンコの亡骸から左の場所。次でミンクは最後だよ。最後のミンクはラス団の前にいるよ。血の紋章を解放し、わかりにくいけどバカでかい岩を地面に落とすよ。壁を弁慶プレスで登った先にミンクがいるよ。入り方がまだわからないけど、最後の HP 回復的な位置なのかな。多分そうだろうね。よし、これで全回収完了だよ。最大 HP は500か。キリがいいね。そうだな。謎を解かない状態で風の巻を使ってみようか。まあこんな風に力は発揮されないよ。しっかりしてるんだな。そりゃあね。裏ボスに向かうよ。ハイジャンプ。裏ボスの情報はミンク全回収後、馬小屋のバッサシに面会するとヒントをもらえるよ。そ
それじゃあ裏ボスとご対面だな。先に言っとくとプレイはひどいもんだから、カット多めでいくよ。バカでかいミンク。名前はマザーミンク。ミンクたちの海の親なのかは、知らないけどそう呼ばれてるよ。攻撃してこないな。HP が減ると本気を出すタイプだよ。それじゃ切り替え。わかりにくいけど回転攻撃を、してくるようになるよ。3段階目がダッシュ攻撃というか、頭突きだな。避け方がわからないよ。5段階目に移行すると、大ジャンプしてプレスされるよ。端子多めの技があれば一応。避けられるけど反射神経が、追いつかないよ。それじゃあ見せられないプレイだから、終わりにするよ。おお、いろいろと大量だな。マザーミンクって言ってたけど、正体は大量にアイテムを取り込んで、巨大化したミンクっぽいんだよね。海の親ではなさそうだな。海の親であれなんであれ、ミンクは小さくて俊敏な希少種ってことだね。なるほど。それじゃあ裏ボスは終わったから、ラスダンの謎、そのヒントをくれる人物に会いに行こうか。はい、ジャンプ。まずは管理人に会いに行くよ。こいつが持ってるのか。完全に盲点になるキャラだよね。無関心人間だからな。何じゃ、お主か。久しぶりじゃの。大樹の森はスチームウッドが、できる前の呼び名だった。っていうか暗号見せてくんない？それもそうだね。空の日、大樹の森にて。空の日、スチームウッドの森で。天から、神の涙を。マリサ次のヒントのところに行くから。それを見てからにしよう。わかった。次はラスターさんだよ。尊重じゃないんだ。尊重は論外だよ。あんたたびか。空曜日に午前だけ雨が降る。空曜日？あまり触れてこなかったけど、私の左横に曜日が書いてあるでしょ？49日目、日。空の日は現実に置き換えると、土曜日になるよ。昨日じゃねえか。だから先に謎を解いちゃうよ。場所ももう知ってるのに、得意味ある？ないよ。情報の補填って意味では、無駄ではないよ。というと、このヒントの情報をラスターさんと管理人が持ってるのも知らなかったし、生物がなぜでかくなるかとかも、実況を始めるまで知らなかったしね。そうなのか？知ってるのはあくまでも進路のみ。それ以外の情報は会話しながら、補填していくって感じだよ。納得はいかないだろうけど、基本的には初見のような解き方で、解いていくよ。フリーズパレスの時は、がっつり攻略見てたけどな。説明できそうにないものは、さっさと攻略を見て進むよ。時間の無駄だからね。それじゃ一個ずつ解いていこうか。あいよ。これはさっき読んだな。空の日、スチームウッドの森で。天から神の涙が落ちるとき、空の日の午前だけ雨が降るって。言ってたから雨で間違いないだろう。巨大な風の柱は風の紋章だよね。まとめるよ。空の日、スチームウッドの森で、空から雨が降ってる時に、風の紋章でぶっ飛んでいけ。こんな感じだな。じゃあ早速ぶっ飛んでくよ。
幻想的な建物だな。空の上だからなおさらね。ここがジャンが言ってた空の巻の地か。まず目の前にある地の紋章にたどり着くよ。プレイ映像じゃわかりにくいけど、空の上なので逆風がすごくて操作が非常にやりにくいよ。まず地の紋章の書かれた台座に乗るよ。巻物使ってる時は逆風はないんだな。座標の計算が大変だからね。制作側の都合なの？私が勝手にそう思ってるだけだよ。適当すぎるだろ。ゲーム制作の事情をわかるわけないよ。すごい仕掛けだな。大掛かりだよね全部が。それじゃあ上に行くよ。さて次は火を灯すよ。火の巻だな。わかりやすく台に紋章書いてくれてるし。それじゃあ火を灯していくよ。さらに上に。さすがに高いな。よしじゃあ空の巻ゲットだよ。バツボタンをしっぱなしでホバリングできるらしい。リカーバレル、これが大地を浮かしたというより城の周りを浮かした感じなんだね。下の方らせんの塔みたいだったな。魔人が暴れ回った地だからほとんど地形が残らなかったのかな。それか見捨てて城だけ持ち上げたとかな。はじめまして武蔵君、私はルコアール帝国のウォッカ大佐だ。まずはおめでとう、いやご苦労様と言うべきかな。さあ、レイガンドをよこしてもらおうか。誰がお前らなんかに。さあ、姫を返しな。姫か。安心したまえ。あのおてんば娘ならテキーラ総統のお気に入りでな。ずいぶんと可愛がっておいでのようだったよ。レイガンドこれで何かされてたら解体新書読むの怖いんだよね。だが君が失って困るのはレイガンドなのか、それともフィーレ姫か、よく考えてみることだ。畜生、逃げる気か。え、飛ぶの。ふう、危うくもんじゃ焼きになっちまうとこだったぜ。言ってる場合か。よし、このパイプを伝って一気に攻め込むか。昔は分かんなかったけど、ここのシーンってビンチョタイトの力を吸って空中にいるためのエネルギーを吸収してたっぽいんだよね。そこがスチームウッドの出力を上げたのは飛び続けることがそろそろ限界だったのかもね。ちょうどよく武蔵が空の神殿でこちらに来たからありがたく頂戴したって感じか。とこの行動に意味を求めるなら、
そういうことなのかもね。待ってろよ、テキーラとやら。必ず姫を取り返してみせる。さて、ようやく敵の本拠地だね。なんでいきなり飛び込んだんだ？どんな風にダメージ受けるか、思い出せなかったから。ちょっとやってみただけだよ。急なサイコパスやめて。さて、映像見てわかる通り、空の巻を使って進んでいくよ。壁に当たったら落ちたな。二重に被弾するからやんなっちゃうね。そこで落ちるんだ。慎重になりすぎて時間切れだよ。何か叩き落とす気満々の仕掛けがあるな。この仕掛けは待たなきゃいけないから、じれったいよ。この仕掛けを見ると電撃イライラ棒を思い出すよ。昔のテレビ番組だよ。電気が流れるのか。電気の棒を人間が持って、セットの中にコースを作って、ちょっとでもそのコースに電気の棒が接触すると、電線がショートして微小の火花が飛び散るよ。何が面白いんだ。ショートさせないでゴールすると100万円もらえるよ。100万円、すごいな。そのくらい難しいってことだね。イライラ棒だけだったの。カラオケでランダムに選出されたものを全部歌い切れたら100万とか、10秒で泣けたら100万とか、あったと思う。カラオケはともかく、10秒で泣くとか奇妙な企画だな。回転率が半端なく速いから、そこが良かったのかもね。まあその話はいいや。ボス戦に行くよ。ウェルカム、金泥棒。それはお前らだろ。何を？どっちが金泥棒だ？そんな昔のことはどうでもいいでごわす。論理的思考皆無か、お前は。から先には行かせんでごわす。リーダーズフォースの巨漢リーダー、このベイン様が相手でごわす。へっ、リーダー直々に相手をしてくださるとは光栄だぜ。すべてはそのレイガンドをウォッカ様に捧げるため、覚悟めされよ。さて、ボス戦だけど、とにかく火力が高いから慎重にやるべきなんだけど、回復ゴリ押しで私は突破するよ。思う以上にゴリ押しだな。今のは逃げる方向を間違えたから無理やり突破する形になったよ。ボム以外は避ける行動はしないよ。ボムをばらまき終わったら端から爆発していくから、それが終わったらすぐ移動するよ。あとはゴリ押しなのでカット。上手い人はベインの攻撃にカウンター攻撃を決めてるみたいだな。裏で何度かチャレンジしたけどうまくいかなかったぜ。はい、終わり。よし、それじゃ先に行くよ。無抵抗の相手をそんな切るなよ。話せるのかと思って連打してたよ。編集ではカットしてるけど、ベインを倒した後セーブするか聞かれてるよ。セーブしたら戻れないから分けておくことをおすすめするよ。ここのステージなんだけど覚えてないから総当たりで解いたよ。なので最初のみ説明して、あとは成功まで一気に飛ぶよ。ここは間違った扉に入ると初期地点に飛ばされるよ。最初は強制的に正解を引くけど、これ以降は謎解きだよ。本当の道はここ血の巻で、下に押し込むと道ができるんだけど、
わざと降りてみるよ。すると最初に戻る仕様だよ。これは総当たりしか見つける方法はないのか？私もこの時は知らなかったんだけど、クリア後に攻略見てみたんだけど、村長にもらったカレンダー覚えてる？ああ、もらったけど、それがカレンダーを画像で貼るんだけど、いや大きいな画像、すぐ消すから。それでこれが何なんだ？赤文字で記号があるでしょ。地、火、水、風、空の紋章はわかるけど、月火水木みたいに並んでるわけでもなさそうだけど。私も空の火を調べるぐらいしか使い道がないと思ったんだけど、ここの迷路の正解の扉を指し示していたらしいよ。そうなのか。画像を小さくして確認するよ。今は3番目のマークを探してるよ。何か膨らんだ餅みたいなやつだな。そうそう、一瞬過ぎてわからなかったから、次が火の巻のマークか確認するよ。それにしても村長のカレンダーがここでのヒントだとは考えもしなかったな。火の巻のマークだね。そうだな、次は水の巻だな。カレンダーが捨てれなかった理由がようやくわかったね。気づいた人すごいな。動画をいくつか出してるけど全く気づかなかったって編集者は言ってたよ。ってことは攻略を毎回見てたの？いや、毎回総当たりでやってたらしいよ。水の巻だね。信憑性が高まってきたね。次は風の扉だな。話は戻るけど、毎回総当たりでやってたの？編集者は。何回もクリアしてるものは攻略は使わないでやってるらしいから、効率は最悪だよね。風の巻の扉に入ったよ。間違えた演出っぽいけど、制作者のお茶目ないたずらだよ。油断させておいて送風機で逆側に落とす粋な仕掛けだよ。粋ね。空の巻の扉だね。最後はヒントなしで見つける必要があるよ。今のところを真下に降りると初期地点だよ。結構ひどくない？スゴロクゲームの一回戻ると一緒だよ。理不尽ってことね。はい、到着だよ。よう来たな、金泥棒。お前の認識もそれなのか。天才リーダー、このエド様が相手や。え？お前がリーダーだったのか？まあ見ての通りや。小さい表舐めたらあかん。ワイはベーンのようにはいかんで。アンさんは立派にことを成し遂げたんや。ゆっくり休ませたるで。どういうことだ？アンさんがワイにやられるっちゅうこっちゃ。ほんでレーガンドはウォッカ様のもん。ワイらの将来も安泰で、めでたしめでたしや。そうはさせねえ。オイラの大切な村に火をつけてくれた借り、100億倍にして返してやるぜ。なぜ火をつけたのか、まだ引っかかってるけどね。ほな始めようか。お休み言うなら今やで。さて始めるよ。
初手のこの極太レーザー。このレーザーは当たると大ダメージだけど、画面隅に行くと当たらないという、致命的な弱点を持つよ。バグじゃね？多分想定されてないんじゃないかな。ゲームって複雑なんだなと思うよ。攻撃パターンは極太ビームと、煙玉とか火炎玉のパターンしかないよ。何かベインよりかなり不遇だな。コース的には中盤にようやく、入るぐらいの位置だから。弱くないと困るんだよね。なるほど。これでおしまいだよ。特大ブーメランだな。まあこういう役回りだし。そうだな。ラス団の入り口に着いたね。長いなステージ。全部見てたら日が暮れるから、ゲットインだけ見ていくよ。はいよ。ホーミング。名前の通りだな。ダメージは高いけど、それ以上に敵の HP が多いな。基本は相手しない方が無難だよ。分かってたけど、狙った敵に当てられないな。強敵が増えれば増えるほどね。それじゃあ次に行くよ。スリーウェイ。ガンモドキの超強化版だよ。連射力は申し分ないな。火力はあまり出ないけど、爽快感がいいな。私は大好きでよく使ってたよ。この火炎放射はゲットインできないよ。それじゃあ次行くよ。剣術。弱くない？はっきり言って弱いよ。ダメージは小から中だから。雷光丸で切った方が強いよ。外れ技だな。そうだね。それじゃあ次行くよ。はいよ。次は緑だな。進路ではこれがベストの技だよ。手榴弾。BP50。消費が激しすぎるな。でもそれに見合った、凶悪な火力を持っているよ。1150って見えたけど、気のせいか？敵の防御力にもよるけど、ただの敵なら一撃。敵の防御システムだと、一発から三発で破壊できるよ。敵もそこそこ硬くないか？だからスリーウェイだと BP 不足で、特殊な思考がない限りは、手榴弾一択だよ。なるほど。BP 不足で戸惑ったけど、ボス戦に突き進むよ。ここが好きな人は多いんじゃないかな。私は好きだけど大の苦手だよ。リーダーズフォースのファッションリーダー、トポのレイブパーティーにようこそ。一体誰が本当のリーダーなんだよ。どうでもいいじゃん、そんなこと。リーダーに固執してるのは、確かにどうでもいいや。さあ、どっからでもかかってきな。男だけだったみたいだな。あんた女に手を挙げる気？信じない。
このあざとさがたまらないよね。痛いところ。さあ、あたいの華麗なステップについてこれるかしら。レッツダンスオーダイ。先に説明するとトポの真似をするよ。ただ私のプレイは見せるほどではない。だからトポの踊りを3個流すよ。1回目は失敗した場合と、抵抗できるかを試したよ。それじゃあ失敗したらどうなるか見てみようか。めっちゃ後出しで動いてるじゃん。失敗するとこんな風に食らうよ。次は抵抗できるかやってみるよ。まだまだね。抵抗は全く意味ないな。あとはトポのステージを楽しんでもらうよ。完璧だったわ、あんたのステップ。さすが、あたいたちに踊らされてここまで来ただけのことはあるわね。踊らされた？あたいたちリーダーズフォースはあんたが五輪の書を集めるための道しるべだったのさ。おかげであたいたちはクレストガーディアンと戦わずして、パーフェクトなレイガンドウォッカ様にお渡しできるというわけだったのさ。ちくしょう、そうだったのか。でも残念ながらこのレイガンドはまだ完璧じゃねえ。最後のクレストガーディアンを倒し、空の紋章を解放しねえことにはな。それがこのリカーバレルの中にいるとしたら。へっ、どこにいようがさっさと倒して紋章を解放してやるまでよ。村を火事にしたのが水の巻を手に入れるものとして、スチームウッドはトポの独断だし、あまり導かれた感じはしないね。まあよくわかんないし行こうか。う、しまった、重度のダンス酔いが。もう踊れないのね。さよなら、愛しのウォッカ様。時間経てば治るだろ多分。彼らには今しかないんじゃない？どういうことだよ。別に、ウォッカが一番必要としてるタイミングがここだけだと思ったから。まあそうだな。武蔵が本拠地に侵入してるしな。それじゃ姫を追いかけようか。姫にたどり着くのに時間あるから、リーダーズフォースについての元ネタのお話をしておこうか。ベーンがわかりやすいかな。ベーンの元ネタは武蔵暴弁慶。ベーンは悪名高い刀コレクターだったらしいよ。次に江戸。彼の元ネタは江戸時代の江戸からだよ。モデルは石川五右衛門。江戸の設定はヌスッとだったらしいよ。最後にトポ。
元ネタはネズミ。正しいイタリア語でね。モデルはネズミ小僧。少女だけどな。何歳かわかんないけどね。バカでかい機械だな。今までの守護者の中で一番守護者っぽい敵だな。倒し方は緑の目をレイガンとできる。ただこれだけだよ。簡単に言うけど、ここから見つけるのはなかなかだぞ。しかも×ボタンで上昇下降をコントロールするから、地上で戦うとは違う楽しさがあるよ。楽しいんだ。それじゃ第2形態も見ておこうか。第2形態は間に電気を流すよ。さらに避けづらい上に一定時間で電気が伝播するよ。運が悪ければ目の前に来るかもな。それじゃ第3段階いくよ。極太レーザー。一番火力が高いから、なるべく当たりたくないよ。70ぐらいダメージ受けてたもんな。このボスは攻撃が豊富だよ。次は第4段階だよ。キモ、こっち見んな。このボスの目が映らない場所が、一箇所だけ存在するから、急いで見つける必要があるよ。目の怪しい光に当たると、短時間だけど操作が逆になるよ。初見だったらパニックになるな。これがボスの全攻撃だよ。面倒だし目が疲れる。回復アイテムがなかったら地獄だよ。そうだな。それじゃあ次で終わりだよ。あれは空の紋章。いよいよこれで最後だね。どんな力が手に入るのか楽しみだぜ。しばらくムービーだよ。おっと、そこまでぞな紋章。この可愛い子ちゃんがどうなってもいいぞな。武蔵くん、早く助けて。この人、とても臭い。シリアスなシーンで笑かしに来ないで。おめえが敵だか。よほど不潔な暮らしのようだね。その通り。さあ、ウォッカよ。あのチビからレイガンドを奪うぞな、もし。何をボサッとしてるとな。さっさとわしのレガンドを奪うぞな。お前のではないな。気楽なものだな。あんたはそうして命令したり気に食わないことに文句だけ言ってりゃいいんだ。楽なものさ。ここで裏切るのかウォッカ。あんたの気まぐれで一体どれだけの人が犠牲になったと思う。わかるわけがない。そんなことこれっぽっちも考えたことはないだろうからな。俺はもうあんたに従う気はねえ。勝手にやらせてもらう。その機会をずっと待ってた。あんたに両親を殺されたあの時かな。何を言っているウォーカー。わしはお前の両親を殺した覚えなどないぞな。これを見てもそう言えるか。ジャン、なんとなくわかってた。その帽子は、まさか。
さすがのあんたも思い出したようだな。そりゃそうだ、あんたが殺したルコアール皇帝の帽子だからな。見られないのが残念だよ。片身ってわけさ。お前が皇帝の息子だったとはな。あの時一緒に死んだとばかり思っていたぞな。恋にあやめたのか。しかしな、ウォッカ、あれは事故であって決してわしが悪いわけでは。あれが事故だったと笑わせるな。俺は見ていたんだ。貴様が、貴様が。ジャン、ジャン、危ない。そんだけ近くて外したら天才だよ。おお、我が息子よ、よくやったぞな、もし。さて、ムサスとやら、そろそろレーガンドをいただくとしようか。ムサシ君、私死にたくない。ダメだ、ムサシ君、あんな奴に渡してはならん。すまねえ、ジャン。オイラ、何が何だか分かんなくなっちまった。でも安心してくれ、オイラ、テキーラなんかの思うようにさせるつもりはねえから。これさえ手に入れば世界はわしのもんぞな。こんなジャジャ馬はもう用なしぞな、モーシー。その角度はヤバいって。結構高いから普通なら足は折れてると思うよ。しかも両手縛られてるしな。なんてことしやがるんだ。姫、大丈夫か。ありがとう、武蔵君、私なら平気よ。そんなわけはないよな。でもこのままじゃ世界がテキーラの思うがままになってしまうんじゃ。そうかもしれねえな。いよいよ歴史的瞬間ぞな。わしとしたことがちょっぴり緊張してるぞな、もし。お前のことは誰も知らん。伝説の剣レーガンドよ、我に無限の力を与えたまえ。何かよろしくない気がするんだけど。ロマサガニの石の巨人みたいなの出てきたね。思ったより老けてるな、顔。おお、こいつが闇の魔人か。さすがに闇の魔人。図書館で見た な。まずそこの目障りなゴミどもを始末してもらおうぞな、もし。覚悟するぞな。うわっ。おぎゃ。喜ぶ者よ、やっとおいで外に出られたんだ。もう誰にも邪魔はさせない。無様な最後だな、テキーラ。どうしてレーガンドからあんな化け物が。やはりな。どういうことなの。かつての闇の魔人はレイガンドによって封印されたのではなく、レイガンドの中に封印されていたんだ。それじゃあオイラはその闇の魔人の封印を解くために頑張ってたってのか。そうなるね。だから英雄武蔵は紋章をクレストガーディアンに守らせていたんだ。危ない、魔人がこっちに気づいたわ。いかん、逃げるんだ、武蔵君。ジャンは
のことはいい。そうだ、村に預けてやるレノの世話を頼むよ。武蔵君、もうダメ、早く。じゃーん、畜生、オイラのせいで。何言ってんの、あんな気味悪いやつやっつけちゃえばいいのよ。武蔵君ならできるわ。やっばーい、とりあえずこの場は逃げた方が良さそうね。行くわよ武蔵君。うわ、姫待ってくれよ。姫、頼もしいな。レイガントが戻ってきた。どういうことだ。それじゃダークレイガント戦に行くよ。現状何もできないのでひたすら逃げるよ。ちょいちょい傾斜になってる。足場があるから常にジャンプするよ。今みたいに走るだけだったり引っかかったりすると一気に詰められるよ。笑っちまうぜ。結構時間あるから雑談でもしようかな。王国の図書館での記述では闇の魔人は、リカーバレルを襲っていた奴だよ。それで前回の武蔵がレイガントで封印して、ヤクイニック王国トル、コアール帝国は、友好関係を築くことになったよ。遅いぞ武蔵、いつまで待たせる気だ。武蔵くんごめん、また捕まっちゃった。小次郎、生きていたのか。姫は関係ねえ、離せ。本気で殺しにかかってたんだね武蔵。倒れ方的に峰打ち程度だと思ってたよ。姫は離してやろう。ったくワンパターンのやつだぜ。そんな場合じゃない。グズグズしてられない。武蔵覚悟。姫危ねえ。何、姫の扱いが不遇だなって毎回思うよ。姫この演出は小次郎を吸収したことで変身できる力を手に入れたってことだと思うんだよね。英雄召喚はかなり大きな臨巨体と使って召喚するんだけど、武蔵も小次郎も言ってしまうと臨巨体との塊だから、体自体が臨巨体とそのもののレベルなんだと私は思ってるよ。恐ろしいのは姫ぐらいの未熟な召喚でも魔人にここまでの変化、力を与えるということは。臨巨体と自体の力がヤバすぎる気がするよ。小次郎が食われちまった。それより姫は、携帯は変わったけどまだまだ逃げるよ。足場が狭すぎないか。一回ずつ止まりながらやってもいいけど、武蔵は走るのに助走が必要だから、壁側に走ってジャンプのタイミングを測るのに集中した方が私はやりやすいよ。助走がなかったら届かないの？届かないよ。届いたとしても失速して次で落下すると思うよ。そんなに変わるんだな。この映像を流し続けてもあれだから、終着地点までカット。無事では済まない飛び方だったけどね。武蔵君、どうやらあの化け物と小次郎の精神が融合しちまったみてえだ。となると
奴の狙いはオイラ一人。心配はいらねえ。必ず奴を倒して戻ってくる。それまで姫はここで隠れてるんだ。もう誰にも捕まるんじゃねえぞ。武蔵君こそ絶対勝つのよ。さてダークレイガンと小次郎カスタムの相手をしていこうか。思ったよりでかいな。バイオよりはマシかな。いくぞ。呼び覚ますためにオイラは畜生ぶった切ってやる。ってことで倒していくんだけど、弱点は額の宝石みたいなやつだよ。これに当たると衝撃波で落とされて攻撃チャンスを失うことになるよ。パターンこれだけか。そうだよ。それはともかくマリサ。何？ちゃんがテキーラに話してた内容覚えてる？事故で両親が死んだみたいな。でもそれはテキーラの策略だったみたいな話だよな。あまり詳しくは知らないけど、おまけ程度に情報はあるよ。聞かせてくれ。オーケー。まずテキーラは全皇帝が生きてる時は総括するぐらいの幹部だったよ。最高責任者に近い位置だったんだな。それだけ狡猾だったんだろうね。ル・コアール帝国は機械の兵隊、ピントロイド兵を作っていた。人間を使わないあたり進んでるな。多分ピントロイド兵作りに力を入れてたんじゃないかな。それでそのピントロイド兵がどう関係してるんだ。ある日テキーラは新作ピントロイド兵のお披露目という名目で全皇帝、王妃を集めたんだと思う。そこでビンチョロイド兵を恋に暴走させて二人を殺害したらしい。卑怯な真似を。それ以降から皇帝になったわけだけど、ジャンは死んだと報告されてたと思う。死んだと思ってたって言ってたし。ところがジャンは生きていた。さらに部下として潜り込み、テキーラへの復讐の機会を待ってた。本来は世襲制だったから暴走事故でなければ、ジャンが王だけど見つかってれば、テキーラに消されていた。だから出られなかったんだと思う。何十年かけて復讐のために生きる。辛かっただろうな。テキーラは死んだ。一応復讐は遂げたんだと思う。思った形ではなかったけどね。テキーラが踏みつぶされた後に、散ったのはまだ良かった方なのかな。嬉しいとか整理する時間も与えられなかったから、その場で聞けたところで何も聞けなかっただろうと思うよ。悲しい話だな。復讐に理由はあるけど意味や意味はないのかもね。今回ほど明確じゃなくても理由なんていくらでも作れるからな。まあね。まあこの程度とは思ってなかった。人型の何かになったな。なんとは形容できないけどね。初手メテオもどきを落としてくるよ。まだ避けやすいけど見づらいよ。画面がかなり遠めだからな。すべての攻撃パターンを見てから倒し方を見せるよ。小次郎っぽい攻撃だな。かっこいいよね。確かに。
緑色は風の巻を使うよ。パタパタされるから抵抗しないと、落っことされるよ。パタパタ。この分身は避け方がわからないよ。今血の巻にしたのは無敵時間で、逃れようとしたよ。これに当たると場外に吹っ飛ぶよ。水砲攻撃だよ。攻撃の中で一番避けやすいよ。攻撃パターンはこんなもんだね。倒し方は見てわかる通り、ゲットインでカレーを吸い取るよ。初見じゃわからないだろこんなの。私は幸い、当時友人が倒してるのを横で見てたから苦労はしなかったよ。初見殺しもいいところだよね。気づくだけで何戦もやるんだろうな。だろうね。よし、じゃあ終わらせるよ。はい、終わり。お疲れ様霊夢。ありがとう。娘を放ってバカンスなんかに行くからこういうことになるのよ。おお、フィーレよ、わしらが悪かったよ。しかしお前が城をこんなにめちゃくちゃにするほど大暴れするとは。え、それで納得できるの？今度からきちんとあなたに言ってから出かけるようにする。そういうことではない気が。そういう意味じゃないでしょ。すまんすまん、そう怒るでない。ところで、そこのチビちゃんはどなたなのかしら？ああ、彼ね。彼は私の命の恩人なの。命の恩人？まさか、留守中に何かあったの？ううん、別に。ね、ユッケルジー。いや、あの、そう、姫様がお暴れになった以外は、何事もなく平穏無事な毎日でして、これが後で尋問されそう。そういうこと。じゃあ姫、こいつ返しにちょっくら出かけてくれ。わかったわ、武蔵くん、気をつけてね。それは、光の剣、レイガンド。すごい、すごすぎるわ。それに武蔵って、まさかあなた。オイラは伝説の剣豪武蔵、よろしくな殿様。はい、ということで武蔵伝一ゆっくり実況はここまでだよ。長かったな。シャープ4あたりで大ブレーキを踏んだからね。感覚を空けすぎて熱意が消えたのは、本当に失敗だったな。遅くなって本当に申し訳ありませんでした。申し訳ありませんでした。
中途半端にやって失踪することだけは避けたかったので完成してよかったと胸をなで下ろしています。自己満足だけの話なんですけどね。自己満足でも何でもいいよ、やりきったんだから。それより武蔵伝一の世界観をネット情報だけでどこまで伝えられたのかわからないけど、1割でも武蔵伝の世界観が伝わったならこの実況にも意味がついてくるので喜びます。私たちがそう思えるってだけだけどね、笑い。それではまた別の実況でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。ではまた。